阿蘇市赤水の阿蘇火山博物館で南極クラブ in 阿蘇の企画展が令和2年11月23日まで行われ最終日には元越冬隊員が企画展を訪れた観光客たちに南極の解説を行いましたこの南極クラブ in 阿蘇は南極にも活火山があることから阿蘇火山博物館の主催で 国立極地研究所が協力、n e c ネッツ s i が企画して、10月30日から11月23日まで開催されたものです。阿蘇火山博物館3階のフロアには、南極から持ち帰った数万年前の氷や、再氷船シラセの模型や、南極できる防寒服と靴、 南極の昭和基地を 4K 映像で紹介するコーナーなどが設けられました。南極の建物内部を映す昭和基地バーチャルウォークコーナーでは、子供たちが機械を操作して建物の内部を見たり、360度オーロラシアターで、オーロラや南極の夜空などを楽しんでいました。また、南極の氷に触れたり、 氷が溶けて中に閉じ込められていた数万年前の南極の空気が弾ける音を聞いて驚いていました。南極クラブ in アソテンの最終日には2017年から2018年の第59次越冬隊に参加した NEC ネッツ SI 株式会社の大石はじめさんも会場を訪れて来場者たちに 南極での仕事や環境、自然などについて説明していました。